さあ、準備が整いました。それではスタートします。ラックマンに注目。はい、スタートです。ET2 クラス決勝 B 面にスタートしました。この後、引き続き、プロポリ GT クラスが B 面に移りますので、選手の方、準備の方お願いします。さあ、時間は1分を経過、残り7分。現在のトップは10.2番谷選手、2番手に10.1番三村選手、3番手に10.6番佐藤選手、4番手に10.5番松井選手、5番手に10.4番井森選手。時間の方は3分を経過、残り5分。トップは10分2番谷選手、2番手20分1番三村選手、3番手20分4番井森選手、4番手20分3番松尾選手、3位というメーカー約 1.8 秒、そして5番手20分6番佐藤選手、6番手20分10番森島選手、7番手20分7番前田選手、8番手に10.8番松島選手、9番手に10.5番松井選手、10番手に10.9番小田川選手。
さあ、時間は5分の経過、残り3分。さあ、時間は6分を経過、残り2分。トップは10分2番、谷選手、2番手に10分4番、井森選手、3番手に10分3番、松尾選手、ここまでが勝ち上がり、そして4番手に10分1番、井村選手、3位と井上さん、今後5秒、上位に10分2番、森島選手、時間は7分を経過、残り1分です。トップは10分2番、谷選手、2番手に10分3番、松尾選手、3番手に10分1番、井村選手、その差が0分42秒、そして4番手に10分4番、井森選手、3位と4位の差は約 2.8 秒、5番手に10分5番、松島選手、6番手に10分7番、前田選手。さあ、時間は残り30秒。さあ、このヒットタップゴールはゼッケン2番、種井選手、そして2番手ゴール、ゼッケン1番、三村選手、3番ゴール。